俺の名前は郷田健一、20歳。その日、俺は付き合ったばかりの彼女とのデートを終えた後、知り合いに車で迎えに来てもらった。助手席で彼女と LINE しながら家に向かっていると、知り合いがトイレに行きたいというのでコンビニに寄ることに。俺は車の中で待っていたのだが、おいてめえ、開けろ。見知らぬ男がどんどんと助手席の窓を叩きながら、そんな怒声を上げてきた。何事かと思い、俺は車の外に出て男と向かい合う。そして、どうしましたかと俺が言うと、どうしたもこうしたもねえや、てめえさっきぶつかっただろ。男はそんなことを言ってきた。ぶつかった？俺ずっと車の中にいたので人違いだと思いますけど。歩いている時に肩がぶつかり、その相手を間違えているのだろうと思い、俺はそんなことを言った。そういう意味じゃねえや、車だよ。さっきお前そこの交差点で曲がっただろ、その時にぶつかったんだよ。どうやら男は歩行者として横断歩道を歩いている時、俺たちの車にぶつかったと言っているようだ。確かに男が言うように、俺たちはその交差点を曲がり、このコンビニに車を止めた。とはいえ、人とぶつかればさすがに気づくはずだ。いやいや、ぶつかったならさすがに気づきますよ。別の車と勘違いしているんじゃないですか。そんなわけねえだろ、確かにこの車だった。ナンバーも確認したから間違いねえよ。でもこっちは全く身に覚えがないんで。それはお前が気づかなかっただけだろ。絶対にお前らの車にぶつけられたんだよ。男は自信満々にそんなことを言ってきたが、やはりおかしい。車にぶつかったのならひき逃げとなるのだから警察に通報すればいいと思うのだが、男はそうする気配もない。それに何より一番気になるのが、さっきからぶつかったって言ってますけど、ずいぶん元気そうですよね。どこを怪我してるんですか。男は先ほどから元気いっぱいだ。車に衝突された人間とは思えない。足だよ、足。足のつま先をお前らの車が踏んでいったんだ。つま先ですか。痛いんですか。お前車につま先踏まれて痛くねえわけねえだろ。激痛だよ。骨折してるかもな。その割には足を引きずってる様子もないですけど、ここまで歩いてきたんですよね。激痛の中歩いてきたんだよ。俺は我慢強い性格だからな。明らかに男が言っていることはおかしい。そのため俺は男にある疑惑を抱いていた。そしてそれを確認するために男に尋ねる。仮に俺たちの車がぶつかっていたとしたらどうするんですか。警察でも呼びますか。警察呼んでもいいのか。そんなことしたらお前ら困るだろ。まあそうかもしれませんね。じゃあ俺は優しいから警察は呼ばないでやる。示談金500万で勘弁してやるよ。男のその言葉で確信した。男は間違いなく当たり屋だ。車にぶつかったと因縁をつけて示談金を騙し取る。それが当たり屋の手口。つまり男が言っていることは全て嘘だということだ。申し訳ありませんがお金は払えません。俺は男にそう言った。は？おいお前話聞いてなかったのか。金を払わないと困るのはお前らだぞ。別に困りませんよ。
警察を呼んでもらっても構いませんし。本当にいいのか？お前のがやったことはひき逃げだからな。重罪だぞ。大丈夫ですよ。どうぞ呼んでください。大変なことになるぞ。もっとよく考えた方がいいんじゃないのか？男はどうしても俺に考え直してほしいらしい。当然だ。目的は金なのだから。だったら俺が警察呼びましょうか？そう、いい。俺は携帯を取り出す。すると、うわ、ちょっと待てよ。何勝手なことしてんだ。男は慌てて俺を止めた。勝手なことって車にぶつかったんですよね。じゃあいいじゃないですか。バカかお前。警察を呼ぶかどうかは俺が決めるんだよ。じゃあどうぞ呼んでください。そんな簡単に言うな。心の準備ってもんがあるだろ。いや、そういう言い訳はもういいですよ。通報できないんですよね。全部嘘だから。俺が確信をつくと、男は一瞬驚いた表情を浮かべた。だがすぐに薄ら笑いを浮かべる。嘘ね。さあどうかな。そんなことどっちでもいいだろ。一番大事なことだと思いますよ。嘘なら警察を呼ばれて困るのはあなたの方なんですから。いいや、嘘だとしても通報して困るのはお前の方だ。はい、俺は何も困りませんけど。困るはずだよ。俺の正体を知ればな。すると男はまさかの発言をした。俺はな、ヤクザなんだよ。なんと男は自分をヤクザだと言ったのだ。つまりお前が警察に通報すれば、うちの組員がお前に制裁を加えるってことだ。どうだ、これで通報できなくなっただろ。もしもそんなことをすればお前は終わりだからな。そう言ってギャハハと笑い声を上げる男。完全に主導権を取ったと思っているのだろう。逆らわねえ方がいいぞ。そんなことしたら人生台無しになっちまう。そんなことするくらいならおとなしく500万払えよ。そうすりゃ安全に家に帰れるんだからな。男は嘘が通用しないと分かった途端、今度は俺を脅してきた。しかしこんな理不尽な話を受け入れるわけにはいかない。お金は払いません。なんでそんな金を払わなきゃいけないんですか？俺はそう断った。すると、ごちゃごちゃうるせえんだよ。てめえ、今すぐこの場でボコボコにされてんのか？男はそんな怒号を上げながら俺の胸ぐらを掴んできた。理由なんかどうだっていいんだよ。ヤクザが金を払えって言ったら払うってのがこの世界の習わしだ。さあさっさと選べ。金を払うか、今ここで命を落とすか、どっちだ？男はおそらく本気だ。とにかく金が欲しいのだろう。このまま金を払わなければ本当に命が危ないのかもしれない。わかりました。金を払います。俺はそう答えるしかなかった。男はにやりとほくそ笑んで手を離す。最初からそう言えばいいんだよ。だがちょうどその時だった。若、お待たせしました。それでデートは成功ってことでいいんですか？ LINE の返事どんな感じでしたか？そんな軽口を叩きながらやってきたのは、車を運転してくれていた俺の知り合いの田村さんだ。そしてその田村さんを見た男は驚きの表情を浮かべていた。え？
男は消え入りそうなほど小さな声でそうつぶやいた。どうだったんですか、若。教えてくださいよ。田村さんはノリノリで先ほどまで俺がデートしていた彼女の話を聞いてくる。男のことには気づいていないようだ。ああ、それはバッチリだったよ。やっぱり彼女が欲しがってたネックレスをプレゼントしたのが効いたのかも。俺ものんきにそんな返事をする。ですよね。だからプレゼント渡した方がいいって言ったじゃないですか。そうだね。田村さんのアドバイスのおかげだよ。ありがとう。とそこで、あれ？俺に絡んできた男にようやく気づいた田村さん。するとまさかの発言をした。なんだ、佐々木じゃねえか。お前なんでこんなところにいるんだ。若になんか用か。なんと田村さんは男のことを知っているようだったのだ。え、田村さん知り合い？知り合いも何も、こいつはうちの組員ですよ。その言葉に再度衝撃を受ける。俺に絡んできた佐々木という男はうちの組の組員だというのだ。そういえばこの男がヤクザだという話は聞いていたが、どこの組なのかは聞いていなかった。何かありました？田村さんは訳がわからないといった様子でそう聞いてきた。佐々木は呆然としていて説明できる状態ではなさそうなので、俺が事情を説明することに。佐々木が嘘をついて示談金500万円を要求してきたこと、嘘がバレたら今度は脅してきたこと、すべて説明すると、田村さんは鬼のような表情を浮かべ叫ぶようにして佐々木に言った。てめえ何やってくれてんだ。このお方は組長のご子息だぞ。実は俺の父親は合田組という組で組長をしている。俺自身はヤクザではないため、基本的に組のことにタッチすることはない。だがヤクザの組長の息子ということで危険もあるため、父親の方針で俺のそばには世話係と称した組員がいつもついていた。その世話係こそが田村さんで、俺が子供の頃から世話をしてくれている。俺に人生で初めての彼女ができてテンションが上がり、俺の恋愛にぐいぐい首を突っ込んでくるのは迷惑に感じることもあるが、悩み事を相談するなど田村さんとはいい関係だ。ちなみに田村さんは合田組の幹部でもある。佐々木、自分が何やったのか分かってんのか。ああ。ぐいぐい佐々木を詰めていく田村さん。田村さん、こいつが組長の息子？そうだって言ってんだろ。そんな、なんでよりにもよって。すると佐々木はその場で膝をついた。そして土下座し、すいませんでした。そう謝罪してきた。てめえ、謝罪したくらいで許されるとでも思ってんのか。組長の息子に絡むなんてとんでもないことだぞ。組長がこれを聞いたらお前はただじゃ済まねえ。分かってんだろうな。だってまさか組長の息子さんだったなんて思ってもみなくて。言い訳すんな。そんなの知ったこっちゃねえんだよ。お前にはこれから地獄が待ってるからな、覚悟しとけ。その言葉を聞きがっくりとうなだれる佐々木。すると田村さんは携帯を取り出し電話をかけ始めた。その相手は父親だろう。わかりました。
事情を説明し、軽く話をすると田村さんは電話を切った。そして、佐々木、今から事務所に行くぞ。田村さんはそう言った。父親の指示だろう。若も一緒に来てくれとのことでした。大丈夫ですか？ああ、うん、大丈夫。そして、俺たちは三人で合田組の事務所に向かった。本当に申し訳ございませんでした。事務所で組長を前にした佐々木はすぐにそう言って土下座した。事情はすべて聞いた。そう言ったのは合田組の組長、俺の父親だ。佐々木、てめえがうちの息子に手を出すとはな。俺はお前を買ってたんだぜ。わかってるよな。すいません、組長。すいませんじゃねえんだよ。父は部屋中に響き渡るような怒声を上げた。俺の家族に手を出すってことがどういうことなのか、お前わかってんのか。ちょっとやそっと謝っただけで許してもらえるとでも思ってんのか。ふざけんな。しかも一番ムカつくのは絡んだ理由だよ。例えば息子が何か悪さをして揉め事になったんだったらまだいいだろう。その場合は息子にも罪がある。俺も大目に見ただろうな。だが今回お前が息子に絡んだ理由は金を奪うためだ。何の罪もない相手から金を奪い取ろうとしたってことだよな。てめえ、そんなの息子が相手じゃなくても許されねえ行為だぞ。うちの組ではそんなつまらねえことを禁止してるはずだよな。お前も知ってるはずだ。なのにお前はそれをやった。これだけで十分な俺に対する裏切りなんだよ。申し訳ございません、組長。どうしても金が必要で。その言葉を聞くと、父は鬼の形相を浮かべ、佐々木に近づいていった。目の前まで行くと、拳を振り上げる。そして、佐々木の顔面に思いっきり拳が振り落とされた。鈍い音が部屋に響き、思わずビクッと反応してしまう。金がないことが何の理由になるって言うんだ。そんなことは知ったこっちゃねえんだよ。てめえ、俺を舐めてんのか。そう言って父はもう一度佐々木の顔面に拳を振り落とした。おい佐々木、お前いつもこんなことしてんのか。話聞く限り妙に慣れてる感じがする。お前今回が初めてってわけじゃねえだろなあ。顔を手で押さえながら佐々木はゆっくり口を開く。すいません、何度かやったことがあります。何回だ？5回ほど。ちっと大きな舌打ちをする父。それでお前その度に自分はヤクザだって言って金を騙し取ってたわけが。てめえそれで警察に通報されたらどうするつもりだったんだ。お前が逮捕されるのは別に構わねえが、お前がうちの組員だってことが分かったら合田組が危なくなるよな。いやでも合田組の名前は出さないようにしていたので。お前が名前を出さなくても警察が調べりゃ簡単にそんなことは分かるんだよ。どんだけ頭が悪いんだお前は。すいません、そこまでは考えていませんでした。
ふざけやがって。で、全部合わせて結局いくら金を奪ったんだ。1000万ほどになると思います。父は、はあと大きなため息をついた。怒りを通り越して呆れ返っているのだろう。すると、悪かったな健一、このバカが迷惑かけちまってよ。しかもデート帰りだったってのに。父はそう言って俺に謝罪してきた。組長として組員がしたことに責任を感じているのだろう。ああ、全然大丈夫だよ。それに父さんのせいじゃないし。そう言ってくれる優しい息子で助かるよ。すると父は佐々木に向き直った。おい、お前ちゃんと息子にも謝罪しろ。そして佐々木は俺に向かって土下座し、頭を下げながら言う。健一さん、この度は大変申し訳ございませんでした。反省してます。許してください。正直俺は佐々木から脅されこそしたが、直接的に手を挙げられたわけでもなければ金も取られていない。とはいえ、やはり佐々木のやったことは許せないことだと思った。俺は良くても、実際にお金を奪われた人のことを考えれば当然だろう。本当に反省してますか？俺は佐々木にそう聞いた。もちろんです。正直、あんなことを簡単にしでかす人が反省しているとは思えないんですよね。完全な言いがかりを全く罪のない相手につけて、組で禁止されていることを簡単にやったわけですから。あなたはそういう人間ってことを考えたら、また同じことをやるんじゃないんですか？そんなことはありません。二度とこんなことはしませんから。本当に反省してるんだったら、これまでお金を奪った人にお金を返すくらいのことをしてほしいものですけどね。と、そこで、おお、そうだな、確かにいい考えですね。俺の言葉に父と田村さんも賛同してきた。だが、あ、いや、あの、その、途端に口ごもる佐々木。それほどお金が大事なのだろうか。この後に及んでまだお金が大事なんですか？やっぱり反省なんかしてないですよね。あ、いや、違うんです。返したくても返せないと言いますか。え？すると、衝撃の言葉が佐々木の口から飛び出した。お金は全て使ってしまったんです。はあ？と、その場にいた全員が驚きの声を上げる。1000万という大金はそう簡単に使い切れる金ではない。そんなわけなくないですか？それ嘘ですよね。あ、嘘じゃありません。信じてください。じゃあ一体何にお金を使ったんですか？しっかり1000万の使い道を説明してください。それは。佐々木は再度口ごもる。と、そこで父がイライラしたのだろう。もういい、このままじゃ拉致が明かねえ。佐々木、お前携帯出せ。父はそう言い放った。え、一体何を？黙って出せ。てめえ、俺に逆らえる立場だと思ってんのか？言われたことは何も言わずにさっさとやれ。父にそう怒鳴られ、
しぶしぶ携帯を出す佐々木。すると父はそれを奪うようにして取った。携帯の中をチェックしてゆく父。そしてそれから数分経った時、なるほど、そういうことか。父はつぶやくようにそう言った。何が分かったの？俺がそう聞くと父はにやりとして答える。女だよ、こいつどこぞのキャバ嬢に貢いでやがった。金は全部この女のために使ったってことだよな。父がそう言うと佐々木は観念したようにうなだれた。そしてつぶやくように、その通りです、そう言った。なんだかなるほどと妙に納得してしまった。父は佐々木のことを優秀な組員だと言っていた。その優秀な組員が女にはまったことで道を間違えてしまう。俺にも好きな人がいるからその気持ちはわからなくもない。そして佐々木が女のことを秘密にしていたのは女に迷惑がかかることを避けたかったからだろう。佐々木は自分がどんな目にあったとしてもその女のことを守ろうとした。本当に心の底から佐々木はその女のことが好きだったのだろう。だが女にとって佐々木はただの ATM でしかないのだろうが。おい田村、この女の素性を調べとけ。分かったら金を取り返して被害者に返済するぞ。そう言って父は携帯をポイッと田村さんに投げた。両手でそれをキャッチし、田村さんは携帯を見る。とそこで、ちょっと待ってください組長。佐々木が声を上げる。彼女は関係ないんです。俺が彼女を喜ばせたくて貢いでただけで。それはそうかもしれんが、あの女も大概だろう。今さっと見ただけだが、お前いろんなものをねだられてたじゃねえか。お前は騙され、金づるにされてたんだよ。違います、俺の彼女なんです。ちゃんと付き合ってるんです。お前も本当は分かってるだろう。この女はお前を ATM としか見てない。それがうすうす分かってたから、お前もやっちゃいけないことしてまで金稼いで女が離れていかないように貢いでたんじゃねえのか。それはそれに女に悪意があるかどうかなんて関係ない。お前が金をあの女のために使ったことには変わりないんだからな。なーに、お前がプレゼントしたものを全部返してもらうだけだ。それを換金すればそれなりの額になるだろう。おとなしく相手が渡せば何もしないさ。まあおとなしく渡せばの話だけどな。そんな。そう言うと佐々木はがっくりうなだれ涙を流し始めた。とそこで、田村どうした？父がそんなことを言った。いえ何でもありません。何でもないって、お前かなり顔色悪いぞ。大丈夫か？確かに父の言うように田村さんの顔色が悪い。一体どうしたのだろうか。本当に何でもないので。少し引っかかる言い方。すると、田村、お前も何か隠し事してんのか？父は田村さんを怪しいと感じたようだ。しかし田村さんは隠し事をするような人ではない。ちょっと父さん、それはひどいよ。
俺は田村さんをかばった。健一、お前の言いたいこともわかる。だがどう見ても田村の良さはおかしいだろう。いつも一緒にいたお前ならなおさらわかるはずだ。確かにそれは父の言う通りなのだが。田村、お前がそんな状態になったのは携帯を受け取ってからだよな。なんだ、女の顔に見覚えでもあったのか。組長、勘弁してください。すると父は田村さんから携帯を奪い取る。そして、この女とお前はどういう関係なんだ、答えろ。父はそう怒鳴りつけた。何も言いません。すいません、組長。てめえ、俺のこと舐めてんのか。と、そこで。もういいよ。俺はそう言った。おい、健一。お前は口を挟むな。父さん、違うんだ。全部わかったんだよ。田村さんは、俺のことを守ってくれてるんだ。はあ？どういうことだ？先ほど父が携帯を奪い取った時、俺は見てしまった。佐々木に貢がせていたキャバ嬢の顔を。それで俺は全てを理解したのだ。そしてそれを正直に父に告げる。父さん、そこに映ってる女の人は俺の彼女なんだよ。これが田村さんが隠したかった事実だ。俺を傷つけたくなくて、できるだけ俺に気づかせないようにしたかったのだろう。バカ。田村さんが泣きそうな顔でそんなことを言ってきた。彼女ってさっきまでデートしてたっていう。父もさすがに驚いている。まさかこんなことになるとは予想していなかったのだろう。そして佐々木も目を見開き、驚きの表情を浮かべていた。ちょっと待て。ってことはお前もこの女に貢いでたってことか。付き合ったばかりだから少しだけだけど。付き合う前に送ったプレゼントと食事やデート代、そして今日プレゼントした高級ネックレスだけなので被害は少ない方だろう。彼女の名前は美咲。まあ俺も彼女の金づるだということを考えれば偽名の可能性もあるが。シーンと静まり返る室内。すると、健一、どうする？父がそんなことを言ってきた。どうするって？だから、この女から金を取り戻そうって話になってただろう。本当にやっていいのか？父としても、佐々木の彼女であればいいが、俺の彼女となってしまったので遠慮しているのだろう。確かに俺は彼女のことが好きだ。別にその気持ちが今回の件で変わったわけでもない。だがそれでも彼女が俺に全く好意などなかったことが分かった今、俺は彼女と決別しなければならない。それに今回は被害者が出るなど、これだけの大事になっていたのだから、彼女も何かしらの制裁を受けるべきだ。もしかしたら彼女は、他にも間接的に犯罪を引き起こさせているのかもしれない。父さんにお願いするのは間違ってるかもしれないけど、俺は大丈夫だから、しっかり彼女に罰を与えて。俺は父にそう告げた。わかった。俺の覚悟を感じ取ったのだろう。
父は俺の目をまっすぐに見てそう言った。じゃあとりあえずは佐々木、お前の処分を決定しよう。佐々木はゆっくり顔を上げ父を見た。お前は組の掟を破り俺の息子を脅した。これだけのことをやってれば処分は避けられないということも分かってるな。はい。そうか。じゃあお前は明日からマグロ漁船に乗れ。期限は無期限だ。マグロ漁船での仕事は厳しい仕事だ。半年以上船で過ごすことになるし、場合によっては命を落とすことになるかもしれない。わかりました。佐々木はがっくりと肩を落とし、そう答えた。女のことについては後日うちの組員が話をつけに行こう。どうする健一、その時はお前も行くか。いや、俺はやめておくよ。迷ったが俺はさすがに断った。正直彼女と会って涙を流さない自信がない。でもやるなら徹底的にやって、彼女が他の人を騙していないか、別の犯罪に絡んでないか、そういうこともしっかり調べてほしい。わかった、じっくり調べよう。まあこういう女は裏で山ほど悪事は働いてるもんだからな。父のその言葉にちょっとイラッとしてしまった。こういう女と彼女のことを悪く言われたからだ。やはりまだ未練たらたらということだろう。よし、じゃあとりあえず今日は終わりだ。こうして俺の身に起こったトラブルは彼女との恋と一緒に終わりを迎えたのだ。その後俺は田村さんに車で家まで送ってもらうことになり、助手席に乗っていた。今日起こった出来事はまさかの出来事だった。朝からデートをして男に絡まれ、彼女の正体を知り失恋する。そして俺はあんなことを知ってもまだ彼女のことを嫌いになれない。思わず涙が流れ、おえつが漏れ出てしまった。すると、すいません若、俺が美咲さんの正体を見抜けてればよかったんですが、それにネックレスをプレゼントした方がいいって言ってしまって。田村さんが慌ててそんなことを言ってきた。彼女と知り合った時から俺は田村さんに恋愛相談をしていた。田村さんとは子供の頃からの付き合い。彼女と付き合えるとなった時は一緒に抱き合って喜んでくれた。田村さん、酒飲みたい。俺は田村さんに泣きつくようにそんなことを言った。すると、わかりました。コンビニで大量に酒買いましょう。朝まで付き合いますから。田村さんは大きな声でそんなことを言う。そしてなぜか泣いていた。田村さんとは本当に不思議な絆がある。今日ももし田村さんがいなかったら俺はダメだったかもしれない。ありがとう。そして俺たちはコンビニで酒を買い、俺の家で朝まで飲み明かした。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。